今回も途中で切れてしまったので、第2部として、3つ目のオブジェっていうか、まあ、コインの、これイタリアのユーロね、のコインの型を占います。では、恋愛運いってみましょう。まず最初に、そうですね、キルトのカード、シャッフルします。1枚引きます。これは何だろう。これは7番なんだっけ。ちょっと分かんない。修行中の皆のにもかかわらず、カードを3つあってまだ分からないカードが時々ある。これ7番、他のカードだとどの絵柄かってことを調べないと。2枚目いきます。これはテンプル決断カードなんだけど、皇帝じゃない、これなんだろう、皇帝かな。7番ちょっと見てみよう。勉強しながらなので、7番のカード、恋人の次ですよね、7番ってさ。これって戦車のカードだと思う。戦車のカードの逆位置で、なんかすごく弱いカードを逆に出ると、あと皇帝の逆っていうのも弱くなるカード、うまくいかない恋愛になる可能性が。では頼みの綱がどういうふうに進展していくかっていうのは、時系列で見て、ジプシーカードで引いてみましょう。これはまあ、ジャスティスの政治ですね。では、ジプシーカードの小アルカナを使って、補助のアドバイス、それをいきます。ここに補助を置いておきます。では、行きましょう。これ、ちょっと最初にこう見た感じ、あまりいい恋愛運ではないので、変えてもいいですよ。だから、最初のフィンランドのコインを選んだ方のところに戻って、そこから選んでください。フィンランドのコイン、ユーロと、オーストリアのユーロが2番目のアイテムなんですけど、行きます。戦車の逆位置、片思いをしている人いらっしゃいますか？そういう場合にちょっと振られちゃうっていう、そういうことがあるので、理由は、何だろう、女らしく、女性だったらね、女らしくないとかそういう理由なんだけれども、あと新鮮さに欠けるとかいう理由で振られてしまうっていうことが言われています。男性だったら何か無茶なアタックしすぎて、ちょっとストーカー気味になっちゃうとかね、すごいとか、そういう理由で振られるってことが言われてるカードですね、これ。あとは弱気っていう意味もあるので、ちょっとね、これ、そう、パラドクサルなんだけど、だから無理なアタックをしすぎるっていうこと言われてるけども、それに反して弱気だっていうのもあるから、まあ、何事も普通っていうか、まあ、なんだろう、そう、やりすぎないってこと、どっちも、弱気も良くなければ、やる気満々も良くないっていう、ちょっと難しいこのバランスね。相手の気持ちをよく考えてアタックしてくださいってことが言われてる。そう、立場があるので、お相手にも。だから、その立場を考えないで、何かしないでっていう、が暗示されています。あとは短気になりすぎたり無責任だっていう意味のあるカードでも、そういうことが言われています。なんだろう、これ、気をつけろっていう意味なので、別にそれがダメになるってわけじゃなくて、片思いの方は気をつけてくださいっていうだけのことで、そう、
あとは自立自身が足りないっていうことも、その意味があるカードですね、これ。甘く考えないで、物事を甘く考えないで、そうっていう感じ。あとは、自分勝手な態度を取らないように注意しましょうっていうのがアドバイスです。次行きましょう。だからちょっとこれ片思いの人の場合だから、もう両思いな人のは言われてないっていうか書かれてないから、でも気をつけましょうっていう、自分勝手にならないように気をつけましょうっていう感じですね。これは王様、冠かま、かぶってるから王様の逆位置ですね。これはちょっと逆っていうのがね、暗いかな。私はね、もうね、フィンランド推しなので、私はフィンランドを選びますね、なんて人に勧められないけど。あと、オーストリアも好きな国なので、イタリア嫌いなんじゃなくて、ま、行ったことないからイタリアわからない。こんな教皇じゃない、これ、何番？あ、これ女教皇見れた。皇帝。はい。では、それで、逆位置なので、ちょっとそのお相手様っていうのが、今好きな方がいるとして、お相手様がちょっと責任感のない方なので、ちょっとそう問題が起こるっていうか、例えば結婚を考えていても無理とかいうことを言われたりするので、ちょっとそう、そこがね、問題なカードですね。生活力っていうところは、あとは、そう、お相手様、男性だったら、ちょっと、暴力を振るっちゃうような人だったり、で、女性だったら、そう、衝動的な女性だったりっていう意味がありますね。あとは、そう、孤立してしまうっていうのも意味がある、そういう意味のあるカードなので、ちょっとそこら辺のところが、気をつけるべきところは、だから無気力だったら、それをもっと頑張るとかさ、あと、そう、孤立してしまうっていうカードだから、仲間を増やすとか、頑張って、もっとチームワーク、ね、そこに目を、視点をそこに置いて、社内、もし会社とかで働いてるときには、皆と力を合わせて頑張ってくださいっていう、そういうカードでもあります。あとはね、そうですね、あとは、一方的にあまり愛を押し付けないようにしてくださいっていうことが言われています。そんな感じ。では次、どのように進展するか見てみましょう。これは、ちょっと確認の意味で、これは、ジャスティスのカードですね。これ、天秤持ってるから。ジャスティスの正位置見てみましょう。どのように進展していくか、この恋が。あれ？ジャスティス、正義ですね、これ。正義のカード。で、まあ、その、ポイントっていうか、どのような進め方がいいかというと、仲直りは、今言ったことは続きなんですけど、ちょっと関係がとても悪いので、仲直りする、その、ポイントは、友人を通じると良くなりますって書いてます。あとは、波風を立てないようにちょっと注意して、静かに進むとかね。あと協調性、さっきもチームワークとか言ったんですけど、協調性を大切にしてください。そうすればうまくいきます。で、まあ、決断の時っていうカードでもあるので、ちょっと決断しなければなりません。だから相手がね、ちょっとね、さっきもね、暴力的な人だったりするかもしれないし、そう、女性の場合は衝動的な、ちょっとそう、安定しない女性かもしれないし、そういう意味になるカードだったので、
でももし本当に好きだったら決断の時ですっていう感じで、でまあ周りの人たちがこう友人とかが助けてくれて、でまあ周囲からこう固めていくみたいな、周囲の人たちが認めてくれるっていうことが言われています。でもともとは相性がよくバランスの取れた2人だということが、そうここに書かれているので、気をつければうまくいきます。そう、だから諦めないで頑張ってくださいっていうカードですね、これ。はい、ちょっとこれなんだろう、このアドバイスカード見てみよう。アドバイスカード、これワンドの意味なんだけど、バトンっていうのはフランス語のバトンっていうのはワンドのカードの意味なんだけど、アスっていうのは、アスとバトンっていうのはエースのことね。エースってほらトランプでエースとかあるでしょ、1っていう。では行きましょう。これ聞いてみる、この辞書じゃないや、解説書をちょっと紐解いてみます。パス、バトン。どこにある？まずどこにあるかわからない。これ、小アルカナって私、全くもってわからない。ちょっと見てみましょう。意味は、オーヌベルモンっていう意味があります。オーヌベルモンっていうのは、新しくなるっていう意味。うまくいってなかったものは良くなるし、そう。フォースっていう意味でもあります。フォースっていうのは力っていう意味ね。あと、ピューソンスっていうのはやっぱり強力なとか、そう。力ね。コラージュ、勇気のあるっていうのフランス語なんだけど。あと、まあ、ディテフミナシオンってこう断言してこう決めるっていうか、決断してっていう。だからこのカードで正義で決断してくださいって言ってたのと同じで、これ決断っていう意味のカードなんですね。同じことが書いてます。だからもし迷っていたら、よしもあしもそんなお相手とはとても良縁っていうか、つながってる人なので、欠点もたくさんあるんだけど、本当に好きだったら頑張ってつなげるためには、そうですね、ちょっと我慢してでも、もっと高いところを目指すっていうか、そう、そうですね、インスプリ、ドメインのプソネル、プロフェッショナル、そうですね。そういう、すべて新しく変わっていくっていう、ホヌベルモンっていうのは、ヌーベルって新しくなるって、オーっていうのは、だから、再びっていう意味があるので、元に戻るっていう意味ね。そういう、トンドンス、オーホヌベルモン。そう、傾向にある。再生するとかね。それは精神的な意味がとても強くて、エスプリだから、精神的な強さを持って進んでください。このカードには協力とか強さっていう、あと頑張りとか勇気っていう意味があるので、とても良いカードです。はい、そんなところで終わりにしようと思います。今週の恋愛運、ちょっとさ、時間余ったから、ポエムを読もうと思うんだけど、私は、とても、昔のオーストリア領だったと思うんだけど、まあ、そうですね、そこで生まれた、リルケっていう人の詩が好きなので、ちょっと読もうと思ったんだけど、時間があって、途中で切れるかもしれないけど、このリルケっていう人の詩が好きなんですよ。でまあ、最後スイスに移って、だからフランス語圏のスイスに移ったんですね。最初ドイツ語圏に住んでいて、オーストリアの領地に、今でいうチェコスロバキアの辺りだと思うんですけど、とかハンガリーとかチェコスロバキアって昔こうオーストラリア帝国の領地だったので、
そう、この中で私の好きな詩があるんですね。どこだっけ、ちょっと探すのにまた時間かかったらさ、ここで切れるっていう。あれ、どれだっけな、77ページで、これさ、ドイツ語なんだけど、あの、もともとドイツ語で、あの、書いてあるオリジナルがあるんですね、これオリジナル。あとフランス語でも書いてるから、この人スイスに移り住んで、でその後フランス語で書いてるから。でこっちは日本語の、この詩がすごい好きで、あの、私の目を消されてもいいっていう詩なんですけど、私の目を消されてもいい、私にはあなたの姿が見えるのです。私の耳を塞がれてもいい、私にはあなたの声が聞こえるのです。足がなくても私はあなたのそばへ行くことができます。口がなくてもまだあなたを呼び出すことができます。私の腕を折ってごらんなさい。私は手で捉えるように、私の心であなたを捉えますよ。私の心に付与されたら、私の脳髄が脈打つでしょう。そしてこの脳髄の中へ火を投げ込まれたら、私はあなたを私の地の上になっていくでしょうっていう。これはね、あの、彼が、あの、ルー・アンドレアス・サロメっていう女性に捧げた詩なんですけど、まあ、あの、彼女には夫がいた人妻ですから、だからちょっとこれすごく、そう、情熱的な詩なんだけれども、リルケっていう、そのオーストリア人でスイス人にこう帰化した人は、あの、フロイトっていう人ともすごく知り合いだったし、あと、誰だっけ、あとフランスのロダンっていう彫刻家と懇意にしていた人ですね。で、まあ、ここには、そう、とても私はこの詩が、あの、小学生の時にこの本を、小学校の6年生の時にこの本をおじいちゃんからプレゼントされて、それで読んでたんですね。ちょっとこれ、マセタ子供っていう、こういうの読むとかさ、フランス語だとエタメジュっていう、そう、そういう題名ね。で、ドイツ語だと、ルシュミルディオーゲンっていうのね。オーゲンアウス。ルシュミルディオーゲンアウスっていうのね。で、フランス語だと、エタメジュ、ブシュモアメズレイユ。ジュトントンドレイエンコーソンピエ。ジュマッシュレイベルトワ。ソンブシュ、ジュタンブクレイ。Encore. Coupe-moi les bras. Saisirai avec mon cœur comme avec une main. Arrache-moi le cœur et mon cerveau battra. Et tu mets aussi le feu à mon cerveau. Je te porterai dans mon sang.これはフランス語で、ドイツ語だと、Nuss mir die Augen aus. Ich kann dich sehen. Wir mir hören zu. Ich kann dich hören. Und ohne Hüs kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund nochKann ich. Und ohne Mund noch kann ich dich besuchen. Brich mir die Arme ab. Ich fasse dich mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen und wirfst du in mein Himmel den Brand so wird ich dich auch meinem
ブルーテトラゲン、これがドイツ語で、だから日本語のこのこれと合わせながら読んでいくと、私の目を消されてもいいって言って、もし目が見えなくなっても、その好きな人のことが、私にはあなたの姿が見えるのですっていう。なんか私だったら目が消されちゃったら絶対嫌だと思うんだけど、この人はそういう情熱があるなと思って感心してたんですけど、まあ、子供の頃読んでたからね、私の耳を塞がれてもいい、私にはあなたの声が聞こえるのですっていう、このね、このポエムすごいと思います。私だったら耳が聞こえなくなったら音楽とかできなくなっちゃうから絶対嫌だと思うし、で足がなくても私はあなたのそばへ行くことができますって、これも無理じゃない。足がなかったらスポーツとかできないし、ダンスとか踊れないし、で口がなくてもまだあなたを呼び出すことができますって言ってるのね。口がなくてもっていうのは、なかったら私はちょっと食べられなくなっちゃうから、あの話すことよりむしろ食べるっていうことの方に興味があるからさ、私の腕を折ってごらんなさい、私は手で捉えるようにあなたの心を、あなた私の心で、私は手で捉えるように私の心であなたを捉えますよ。だから腕を折られたらちょっとやっぱり困るし、これもう死んでもいいっていう意味のね、すごい熱烈なポエムなんだけど、私はそういうふうなことを思ったことはないです、あの正直に言って。そう、私の心に封をされたら、心がなくなってしまったら、今度は脳の方に、そう脈打つでしょうって言ってるから、心までもなくなったら脳、そしてその脳がなくなったら血、流れるこの血であなたの中にこうね、訴えかけるみたいな、すごいことを言ってるんですね。これは1901年9月18日の作品です。もともとこれは前、ル・アンドレス・サロメに捧げられた恋のポエムであると指定されています。したがって正確な成立の年代は1897年の夏に遡ります。その夏のある日、リルケはミュンヘンの南方の町、ウォルフラーツハウゼンの彼女の住む部屋を訪れて、紙切れに書いたこの詩の書庫をそっと置いたのです。この頃からすでに詩人は教養豊かな人妻の彼女に燃える恋心を募らせていたのでしょう。だからこの彼女っていうのは、まあエッセイストみたいな、エッセイを書く女性だったんですね。あのドイツ人だと思うけど、これミュンヘンって言ってるから、私ね、こういうね詩書けないし、あと自分だったら、もし実際にお付き合いした人の中でこういうことは言えないと思うし、あのそう、そこまで好きになった人いないんですね。だからこれから出てくるかなと思って、でまあ私もポエムとか書いてみようかと思ってるんですけど、どうなることかと思って、ちょっとポエムに挑戦しようと思ってます。はい、それではちょっと恥ずかしながら、今私の情熱はポエムなんですよ。こう呼び戻されてるっていうか、なんかね、タロットとか弾いてたら、だから音楽も大切なんだけど、こういう書くことが好きだから、タロットのカードを読んでいると、まあ、タロットのカードの説明書とか読んでいるうちにちょっと読むことが好きになっちゃって、だから頑張ってやろうと思います。何かそういう書くことね。はい、ありがとうございました。チャオチャオ。